1便目終了しました。お疲れ様です。で、今日1便目朝からすごくいいことがありまして、1軒目に行った時に、まあ、同業者の段ボール配送の、若い子でしたね。自分より若いかなと思う。入って1週間ぐらいって言われてましたね。で、その子が先につけてて、で、自分が後からだったんですよ。で、卸し場所が1箇所しかなかったんで、で、量的には自分がすごく少なかったんですけど、で、量少ないんだったら先に卸していいですよって言ってくれて、いやいや、いいよいいよ、先にいいよって、なんか譲り合いみたいな。先にいいよっていうか、大体そういう順番なんですけどね。結局ね、先に下ろさせてくれて、で、まあ、その後ね、自分もその子のやつをね、一緒になって下ろしましたけど、気持ちいい朝の仕事が迎えることができました。で、それでね、ああ、今日いい日だなーなんて思ってたら、2軒目で大型2台待機してたんですよ。荷物用のリフトで荷物を2階に上げるっていう納品なんですけど、そこでね、大型が2台待機してて、で、1台の方、ずっと荷下ろししてたんですけどね、もう1台待ってらっしゃって、で、自分が来て、あ、これ荷物上に上げられるんですかって聞いたら、うん、そうなんだよね、何持ってきたのって言ったら、段ボールですって言ったら、あ、分かった分かった、ならもう先にいいよ、上げちゃっていいよって言ってくださって、で、それだけでもね、すごくありがたかったんですけど、あの荷上げの手伝いまでしてくださってね、いいよ、もう俺が下で上げてあげるから上で荷下ろししときなよって言っていただいてね、で、そこまでしていただいて、うん、いや、めちゃめちゃね、本当だったら、やっぱり荷下ろし、その方が荷下ろしするまで待って、で、そこから自分の荷下ろしっていう形が大体ね、当然なんですけど、それをね、順番を譲っていただいて、荷下ろしの手伝いまでしていただいて、本当に助かりました。うん。で、その後ね、その方が荷上げされる時に、自分が下でね、リフトに乗って荷上げをね、少し手伝ったんですけど、あ、もういいよ、次あるんでしょ、もう大丈夫大丈夫、あとはね、自分がやっとくからいいよって言っていただいたんでですね、いやいや、いいですよいいですよってね、またね、譲り合いみたいな。なんか今日朝からすごく気持ちいい仕事をね、させていただきました。会社名わかるんですけど、まあね、許可取ってないんで言えないんですけど、まあね、佐賀、両方ね、佐賀の、運送業者さんですね。本当にありがたかったです。ドライバーさん、もしね、これ見ていただいてたらね、本当にありがとうございました。もうめちゃめちゃ助かりました。本当はね、1時間ぐらい多分ロスタイム出るはずだったんですよ。それがね、まともに順調にね、今日1便目に下ろし終わることができましたんで、いや、おかげさまです、本当に。うん、いや、なんかこういうのいいですね。なんかまた次、今度自分がそういう立場になったらしてあげようってやっぱ思いますね。いや、本当に助かりました。今日はね、いい日です。うん、今日はなんていい日だ。気持ちいい、仕事できてます。うん、それではね、2便目を積みに帰りたいと思います。
よし、さあそれでは2便目行きたいと思います。よっしゃ、やった。さあ積み込み終わりです。それではね、2便目行きたいと思います。2便目は、佐賀大和付近ですね、に3軒、荷下ろしで今日は終わりになります。それでは出発したいと思います。2階上げとかあるんですよちょっとねしんどいけど頑張っていきたいと思います。お仕事って、まあお仕事、お金は大事です。めちゃめちゃ大事。少なからず自分はね、すごい子供の頃からね、お金にはめっちゃ苦労してきたんで、お金よりも愛だ、みたいなね、そんな綺麗事は抜かしません。めちゃめちゃお金は大事。お金がないと救えないものはたくさんあると思いますんで、お金は大事。でも何でしょう、仕事っていうもので見るとね、仕事を続けていくっていう面から見ると、お金っていうのは結果であってやりがいとかではないんだろうなって自分は思います。この運送業ね、結構辞めていく方もね、多い業種になってます。で、続けていくコツとしてね、コツっていうか向き不向きって言っていいんでしょうか、まあね、その辺はちょっとね分かんないんですけど、仕事ってまあお金は結果論としても、そのねプロセスが好き、そのそこに至るまでの仕事の内容だったりとか段取りだったりとか、まあそういう人間関係ね、人間関係だったりとか、そういうのがあって仕事ってやっぱやりがいっていうものを感じるんじゃないかなと俺は思います。こうやってね、すごくなんか優しい気持ちになるようなことをねしていただいたりとかだらね、やっぱり自分もいい気分じゃないですか。あー、なんかトラックドライバーって優しい人多いし、なんかいい仕事だなって思っちゃいますし、あとね、まあ積み込みにしろ荷下ろしにしろ、ああやってこうやって綺麗になんかテトリスみたいにきちんと決まった時のあの気持ちよさ、なんか分かる人には多分分かると思うんですけどね段取り通りバッチリ積み込みが完了した時のあの気持ちよさとか、荷下ろしが段取りよく綺麗に決まった時とか、あの気持ちよさ、ああいうのが好きとか、トラックの運転してて綺麗な景色、海なんか眺めながらとかね、そうやってなんか気持ちいい気分で運転しながら、できるあの喜びとか、なんかね、そういうお金とはまた別の何かやりがいっていうんですかね、そこに至るまでの仕事内容、それがね好きっていう方がこの運送業とか、まあ、仕事を全般に言えることなんだろうなと思いますけど、それが好きっていう方がやっぱりね、辞めずにコツ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 続けていける、まあ向いてる仕事っていうんですかね、そういうのが好きだったら向いてる仕事になるんじゃないかなと自分は思います。いやー、今日は本当にいい日ですそういうのをね、これから運転手される方とか、新人のドライバーさんで今ね奮闘して頑張ってらっしゃる方とかね、一歩ね、お金じゃない自分のこの仕事の魅力とか、自分が好きって思えるところ、そういうのね探してみると、その仕事がね好きになったり向いてる仕事になるんじゃないかなってね、自分は思います。今日もね、安全運転で、せっかくねこんないい気分なんで、事故なんてね起こさずに、安全運転で終わらせていきたいと思います。